コルテンカハウォンは、アメリカ合衆国ハワイ州広出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のミルウォーキーブルワーズ所属。愛称は、ウォンガー。中国系アメリカ人。ロサンゼルス・エンゼルスに所属しているキーンウォンは、実定である。2008年の MLB ドラフト16巡目で、ミネソタツインズから指名されるも契約せず、ハワイ大学マノア校に進学した。 大学時代は1年先輩に、プロ入り後も、再び同僚となるグレッグ・ガルシアがいた。2011年の MLB ドラフト1巡目で、セントルイス・カージナルスから指名され、入団した。2012年は、AA 級スプリングフィールド・カージナルスでプレーした。またこの年のオールスター・フューチャーズゲームにも選出された。オフには、アリゾナ・フォールリーグに参加した。2013年は、 主にトリプル A 級メンフィスレッドバーズでプレーしたが、8月16日にメジャーに昇格した。ポストシーズンのメンバーにも名を連ね、ワールドシリーズにも出場した。第4戦では、9回2種でダイソーとして出場したが、上原浩二の牽成球でアウトとなった。これは、ワールドシリーズ史上初めてのプレーだった。2014年は、類に定着し、5月には、 ナショナルリーグのルーキー・オブ・ザ・マンスを受賞した。同年10月12日、ナショナルリーグ優勝決定シリーズの第2戦で4位から4の9回裏に、ジャイアンツのセルジオロモからサヨナラとなる、ソロ本塁打を放った。レギュラーシーズンでは113試合に出場し、打率、249、12本塁打、42打点、20盗塁成績を記録した。守備では12失策をして、 守備率975に終わった。2015年は150試合に出場して規定打席に到達した。打率262、11本塁打、61打点という成績をマークした。2016年3月2日、2020年までの5年間総額2550万ドルの契約を延長した2021年の 球団が選択オプションを破棄された場合の医薬金100万ドルを含む。オプション講師の場合は年俸1250万ドルとなる。同年は121試合に出場し、打率245本類打、23打点、7盗塁を記録。また、リーグ8位タイの73類打を記録した。 2020年10月28日に球団が延長オプションの放棄を発表したため FA となった。2021年2月5日にミルウォーキーブルワーズと2年総額1800万ドルの契約を結んだ。オプションとして2023年は球団側が選択権を所持する。ありがとうございます。